はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。アシュシュ様、須藤様、菊丸様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。メール党員の皆様にお手伝いいただき、昨日の午後新宿西口で救う会の署名活動をして、参りました。お集まりいただきましてたメール党員の皆様、誠に誠にありがとうございました。あとご署名くださった通行中の皆様も誠にありがとうございました。ちょっと用事ありまして反省会できずに申し訳ありませんでした。反省会行きましょうかっつったら、この中でどのぐらい来てくれんのかな、8人か9人ぐらい来てくれんのかな、5人ぐらいかな、ちょっと思ったりなんかしてね。集めたご署名は救う会を通して内閣府に提出されます。実は安倍総理の創出で家族会や救う会といった拉致被害関係者さんたちが随分とがっかりしてる、気落ちしているってとある議員さんから聞きまして、トランプ大統領を家族会と面談面会させたりね、あとブルーリボンバッジ着用、総理大臣が率先してつけるということで当たり前っていう風にしたりですね、安倍総理の尽力は偉大だったので、がっかりされておる、我々も頑張ってですね、関係者さんたちの心が折れることのないように頑張って、我々も一緒に活動しますよということ、我々が絶望したり諦めたりしたら北朝鮮とスパイどもの思うツボであります。そうはいかねえ。国葬ウエメロの連中はですね、メインは中共でしょうけれども、安倍総理を恨んでる北の連中もいっぱい混じってんじゃないかと思います。あんな人たちに負けるわけいかないですよね。また署名活動をいたします。次は新橋あたりを検討中。メール党員の皆様、またお手伝いよろしくお願いいたします。国葬ウエメロ訴訟、大阪地裁でも門前払い、行政権の範囲内、違法でも違憲でもない、お前らに直接関係ねえでしょという理由も同じであります。もともと無理筋の提訴なんだけど、こんだけ前例できちゃうと他の地裁でも通る可能性ゼロだよな。全国の地裁で提訴したんだろうか。無理を承知で仕事を受けた弁護士大勝利、手数料もらえますかね。全国の地裁っつったらいくつあるんだろう、47都道府県ですから、47どころじゃないよね。いわき地裁とか横浜地裁とか市の数だけあんのかな、地裁って。47どころじゃねえな、そういえばな。大勝利ですね、弁護士さん。左翼とつるんでると金になるな。資本主義の、亡者じゃねえ、金の亡者じゃねえかなって思ったんだけど、資金力とですね、左翼の、無駄な情熱に恐怖しちゃいますね。ちょっと引くわ、おっかないわ、金あんな、暇だな、無駄なこと無理筋なのに情熱たぎらしちゃって、なんだろうな、ちょっと恐怖します。画像提供いただきました。半蔵門の英国大使館、住所がなんと千代田区1-1。皇居じゃねえんだそれ。皇居って住所ないかもしんないな、ひょっとしたら。番地を与える側、日本国のオーナーですので、皇居ってひょっとしたら番地ないかもしんないな、に多数の喧嘩が集まっておると、いう話であります。9月の12日から16日、今週ですね、午後2時から4時の間、記帳台も設置されるそうで、その案内掲示板も出ておりました。だからどうだってことはないですけれども、沖縄知事選結果、昨日デニー再選、給付金120万円を不記載、選挙区内で香典花台、選挙期間中のポスティングボランティア募集禁止されてるのに、名前入り写真や上りたすきで事前運動、選挙事務所での酒盛り、ありとあらゆる選挙違反を繰り返した甲斐が
あったんだろうか。左翼の用語で可能なインチキ見逃さず、可能なインチキ見逃さず、これは脊髄反射で口答えとですね、論より大声嫌がらせと、同じような左翼標語、可能なインチキは見逃さないでやるというですね、取り締まるじゃなくてインチキをやる必ずという、得票率前回、デニー 55.7%、 佐喜真さん 44.2%、 2人しか立候補しなかったんで、今回デニー 50.0%、マイナス 5.7 ポイント、佐喜真さん 42.2%、 マイナス 2.1%、 下地 7.8%、 まあまあ減る率はデニーの方が大きいですね。下地に食われた部分がね、下地は反デニー票を割るために雇われて立候補したっていう噂あります。可能なインチキ見逃さずですから、さもありなん、できることは何でもやるという情熱を感じますね。下地の経歴がひどい、ひどすぎる。ウィキペディアに載ってますんでちょっとご覧になってください。どこの党でも不義理して除名されるようなやつでして、まあたらい回しですね、こんなやついねえみたいな、なんで知事になりてんだろこいつ、まあオール沖縄に雇われて立候補したという説、噂がありますけれどもね。デニー再選第一声がひどかった。有事を想定することは国の外交努力が全く成り立っていないということ、有事を前提とした配備計画はあってはならないとか言ってんですけど、有事のこと考えんなっつってんだよね。有事に備えんなっつってんだよね、これね。何言ってんだかさっぱりはね。やっぱ違う日本語を駆使してんだな、左翼どもはな。感心いたしました。ネットの話、何言ってんだこいつ。マジ狂っててウケる。有事を想定してない国なんかねえ。今、ウクライナどうなってますか？こんなこと言ってるやつに投票しちゃうのか。お前がアホなこと言うと、県民までアホに思われる。国防は国の専権事項で、知事が口出す問題ではない。避難訓練全否定。そうだね、有事のこと考えなって言ったら、避難訓練もしんなっていう考えもするなっていうことだね。外交で全部肩がつくと思ってるなら、頭悪すぎる。それこそウクライナ今どうなってますかだよね。シートベルトをしているということは、安全運転を怠っている証拠だと言っている。なるほど。さすが外観誘致主義者、有事の際を検討してはいけぬ、いかん、考えてはダメ、備えてはダメって言ってる。火事に備えなければ火事にならないって、そんなわけあっかって、そんなわけあっかって、頭おかしいのか、思われますけれども、これでですね、なるほどって納得する人ら、デニーに投票した人らの脳みそどうなってんだろうな、本当にな。戦争反対だから自衛隊は来るなとか言って、火事が強い怖いから、町から消防署をなくそうとかですね、警察署をなくせば犯罪はなくなるっていう理論なんですけどね、だったら病院なくせば病気にもならないよね、町から病院ことごとくなくしたらいいんじゃないの、そういう人らは、そういう理屈だよね。本当に脳みそどうなってんだろう、あるいは使ってる日本語は全然違うんだよな。キョトンとしてましたもん、豊島区の共産党区議、私にボコボコに言い返されてギダギダにしてやったんですけど、私に何言われてっか分かんないらしくて、キョトーンポカーンってしてましたもん、懲罰委員会でね。辺野古基地反対のデニー再選だが政府に秒で否定される。松野官房長官、辺野古移設が唯一の解決策と。南部反対してもダメだってことだね。ネットの話、日本国民の民意は移設、民意で選ばれた政府の決定、国防は国の専権事項、せっかく下地を動員して当選したのに残念でした。移転反対してるだけで4年間安泰。辺野古移転って反対って言えば知事になれるんだからちょろい。民主党政権が決めた時はデニーも絶賛してたのにな。デニーも賛成してたよね。そうなんだ。民主党政権が鳩山の時かな、最低でも県外とか言って、まあその後辺野古になったんですけども、今では最低でも天外と言われてますけどね、立憲はね。
天外にしてよ、最低でもブリブリって感じだね。知事は国防どうにもできないことを知りつつ投票しちゃうんだか、そんなの知らないでデニーなら納得してくれると思って投票しちゃうのか。まあね、犯罪が怖いから警察署減らせっていう脳みその人らなんで、多分後者かな。知らないで投票してんのかな。そんなデニーの年代別得票がこちら。青がデニーに入れた人であります。上から若い順ね。見事な弱低老高、4年で 5.7% 減ったみたいですけどね。テレビ新聞を見る時間とデニー支持率は正比例すると思われます。つまり情報弱者がデニーに入れるってことだね。20代30代が騙されてないのが救いでありますね。まあまあ時間は我々の味方です。今回の結果にはがっかりしちゃいましたけれども、時間は我々の味方であります。朝日新聞、自民党など比較にならないほどつぼってました。早い話がですね、記事ね、会うたんびに5万から10万円もらって統一の批判記事書かないとか、被害者の会の情報統一に流してたって。ネットの話、報道しない自由発動、ズブズブの仲良しだったんだね。一番やばい話やん。特に驚かんが、統一と関わった社員を調査し結果を発表しないと我が国マスゴミの鏡被害者の会の情報などを統一教会に流していたり、これ絶対やっちゃあかんこと、むしろそれがスパイに期待される役割である。テレ朝では絶対やらないニュースだよなこれな。そういうところか、全部のテレビ局がスルーするでしょうね。富士デモやスクランブルデモを全部の局がスルーしたようにですね、6人、6局ありますけどキー局ってね、が互いにかばい合うっていう腐った業界ですんでね。統一教会は韓国政府と仲良しっていうか、まあ下部組織と言ってもいいかな。朝日新聞は韓国政府と仲良しっていうか下部組織っていうかな。なんだ、同じ会社の違う部署ってだけやんけって思いません？じゃあ仲良しなのもしょうがねえかな。被害を訴える人らの情報を教会に流してたって書いてありましたけれども、教会は個別にね、あいつかなんつって脅迫に行ったりですね、危害を加えたりしたんだろうか、知りたいなそれ。10月2日日曜日渋谷で第3回 NHK スクランブルデモを開催いたします。今回も全部のテレビ局がスルーしてニュースでやらない、ニュースにしない、新聞も、どこも書かないと思われます。俺も参加したけど、私も参加したけど、どっこもニュースにしなかったというですね、歴史の証人になってください。10月2日渋谷に来て、ついでに SNS その他にそのこと書きまくってくれと、拡散しまくってくれるとなお嬉しいです。警視庁に出向いてですね、申請、終了したら告知開始しますんで、その時はよろしくお願いいたします。君もならないか、歴史の証人に。あとついでにメール党員にもなってください。支部長募集にも応募してください。ガン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 支部長活動してくれていて嬉しいであります。デトックスジャパン。